エブロペスマ、エブロペスマ、セルビア語、あるいはエブロピーエスマ、モンテネグロ語は2004年から2006年まで毎年行われたセルビア・モンテネグロの音楽祭。セルビア国営放送、RTS 及びモンテネグロ国営放送、RTCG の連合組織である公共放送連合、ジトによって取材されていた。以下、本校ではエブロペスマと表記する。 エブロペスマは、ユーロビジョンソングコンテストのセルビア・モンテネグロ代表を決める大会であった。2005年及び2006年のベオビジアとモンテビジアは、それぞれ、セルビア共和国及び、モンテネグロ共和国からの参加者を決める、エブロペスマの予選としての位置づけであった。セルビア・モンテネグロが解体して、セルビアとモンテネグロがそれで独立すると、これらの予選大会は、 そのまま両国の代表を先行する大会となった。セルビア、モンテネグロ両国で高い知名度を誇る、数多くの大スターを擁するセルビア側からの参加者に、対して公正に選ばれた無名のモンテネグロ側の参加者が勝利を収めることは難しいとして、モンテネグロ国営放送は懸念を表明していた。モンテネグロ国営放送は電話投票で、 多くの票を集められそうなモンテネグロのスターをエブロペスマに送り込むことができなかった。そのため、モンテネグロ側は電話投票だけでエブロペスマ優勝者を決定することに反対し、電話投票は先行の一部に止まる方式を求めた。その結果、セルビアとモンテネグロの両国からそれぞれ4人ずつの審査員が参加し、電話投票の結果は9人目の審査員とする方式が、 取られた。それぞれの審査員は、1、2、3、4、5、6、7、8、10、12の各ポイントを優れた参加者に与える。2004年は1、2、3、4、5、6、8、10であった。第一回のエブロペスマは、2004年2月21日、セルビアのベオグラードで開かれ、セルビアから19人、モンテネグロから5人の計24人が参加した。 セルビア側からの参加曲のうち4曲は2004年のベオビジアで選ばれた。モンテネグロ側からの参加曲は、モンテネグロ国営放送によって、内部で決定された。その他の参加者は、公共放送連合によって選ばれた。ジェリコ・ヨクシモビッチは、レーン・モー・ジェイで参加して優勝し、トルコのイスタンブールで開かれた、ユーロビジョン・ソング・コンテスト204に、進出、第2位となった。 セルビア側の審査員が、モンテネグロ側の参加者に1ポイントも与えなかったことが問題となったが、双方は、ヨクシモビッチを優勝者とすることで合意した。は、セルビア国営放送のベオビジアによる選出。は、モンテネグロ国営放送による選出。その他は、公共放送連合による選出。エブロペスマ2005は、 2005年3月4日に、モンテネグロのポドゴリザにて開かれた。大会が始まる前から、すでに問題が起こっていた。モンテネグロ国営放送は、セルビア国営放送が、ベオビジア2 0 0 5において優勝者のイエレナ・トマシェビッチと、時点のオギラディボイエビッチ、オギレイディボ・アジェビックをひいしていたとて非難した。イエレナ・トマシェビッチの参加曲、ユトロを制作したのは前年優勝のジェリコ。 ヨクシモビッチでベオビジアの大会が始まる前からすでにヨクシモビッチはイエレナ・トシェビッチの友情パーティーを準備していた。モンテネグロ国営放送の審査員はセルビア側の参加者にはわずかしかポイントを与えない一方、モンテネグロから参加したノーネームに最高得点となる12ポイントを与えた。ノーネームは電話投票でも最高得点を得ている。 セルビア側の審査員はモンテネグロからの上位参加者にも得点を与えた一方、モンテネグロ側の審査員はセルビアからの上位参加者には1ポイントも与えなかった。ノーネームのがセルビアモンテネグロ代表として決定される前、欧州放送連合は公式に寄せられた多くの抗議に対して調査に乗り出した。 これらの抗議は表説に関するものであり、これも激しい論議を呼んだ。決定は延期されたが、最終的には参加が認められた。10分間の電話投票に関して、セルビアでは通話料がかかった一方で、モンテネグロでは通話料が無料だったとする噂が流れたものの、これは事実に基づくものではない。 審査員によるポイントのうち薄い網掛けとなっている部分はモンテネグロ側の審査員による。エブロペスマ2006は2006年3月11日にセルビアのベオグラードにて行われた。ここでもまた2005年大会と同様の両国の審査員による特徴的なポイント配分が行われた。セルビア側の代表選考であるベオビジアでの優勝者。 フラミンゴシフィーチャリングルイスとアナニコリッチに対して、モンテネグロ側の審査員は1ポイントたりとも与えなかった。セルビア側の審査員は、モンテネグロ側の参加者ノーネームに合計8ポイント、ステバン・ファディには合計4ポイントを与えた。これによって2005年に引き続き、ノーネームが優勝者となった。ベオビジアの優勝者フラミンゴシは第2位に終わった。電話投票では、 フラミンゴ氏は最も多くの票を集め、ノーネームはアナニコリッチに次いで3番目であった。投票が進められる中、審査員による偏った投票に会場は騒然となり、観客の中には退席する者もいた。ノーネームが優勝者と認められ、優勝者によるパフォーマンスが行われる時になると、会場に泊まった観客らはノーネームに対して、 ステージを去るよう求めるブーイングコールを発した。観客はフラミンゴ氏を出すようコールし、フラミンゴ氏がステージに現れると歓声に沸き入った。フラミンゴ氏のパフォーマンスに、その他のセルビア側の参加者がステージに集まって加わり、観客らは歓声を上げた。その結果として公共放送連合の執行部はノーネームの勝利を認めないことを決定し、大会の意向にそぐわない。 不正な審査があったことを宣告した。セルビア国営放送の社長で、公共放送連合の会長を務めるアレクサンダル・ティアニッチは、モンテネグロ国営放送の社長ラドバン・ミリアニッチに手紙を送り、ベオビジアとモンテビジアの高得点者それぞれ5人ずつを集め、純粋な電話投票によって優勝者を決める、方式での大会のやり直しを提案した。同じ頃、 モンテネグロ放送協会は、欧州放送連合に対して、大会の結果を認めさせるよう仲介を求めた。欧州放送連合は2006年3月18日、ユーロビジョンソングコンテスト2006の、参加締め切り2日前、自力での問題解決を求めた。これによって結論が出ないまま締め切り日を迎え、3月20日、セルビア・モンテネグロのユーロビジョンソングコンテスト2006、 エノフ参加が確定した。公共放送連合は、ユーロビジョン2006の準決勝、決勝ともに放送し、セルビアの視聴者は投票にも参加できた。セルビア・モンテネグロは2005年のユーロビジョンで7位となっていたことから、2006年大会では準決勝に参加せずに決勝進出する権利を持っていた。10位以内は、翌年大会で準決勝をメインされる。 セルビア・モンテネグロが不参加となったことから2005年に11位であったクロアチアが繰り上げで準決勝なしで決勝に進出した2005年にクロアチア代表で参加して11位となったのはボリス・ノブコビッチ2006年大会で繰り上げ決勝進出となったのはセベリナ・ブチコビッチであった赤色の参加者と審査員はモンテネグロ側青色はセルビア側である 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。